入った時はもう27歳で三菱重工でバリバリお仕事をしていたということですよね。シウマイ弁当が誕生したのが61年前ですよね。あの去年がその、崎陽軒さんの、誕生60年だったんですよね。シューマイが誕生したのがですね、昭和3年なので88年前です。昭和3年。社長は、はい、昭和2年かな。はい。そうでしょ。あ、生まれた年。生まれた年。そこまで。すいません、ちょっと存在。昭和3年から生きてるんですか。すごい。わさぶろ昭和3年だ。なるほど、杉島わさぶろさんでした。ありがとうございます。じゃあ今日もう一方もしかするとひよちゃんより年上かな、わかんないけど、ちょっとずるい、ちょこっちで私のことはともかくとしてですね、僕も非常にお世話になっているトッっていう石川町のお店を最近やりだしてるんですけど、まあ長いこと横浜の子育て業界とか、まあその前は何だろう、こう電話のカウンセリングとかね、いろんなことをやってもらいました。じゃあ自己紹介を。こんばんは、今井と申します。ひらがな商店街アートスペースとを4年前ですね、震災の年に母が亡くなって、その翌年にリノベーションして、ここをリノベーションして井上さんとか、建築家の学生とかアーティストさんでみんなで7ヶ月もかかってリノベーションしました。で7ヶ月もかかったので、みんなが何ができるんだって楽しみにしていただいて、結局皆さんの知られるところになって、オープンした時にはたくさんのこう取材があったりとかね、楽しいお店になってます。で今日が そうですね、私は360円の頃です。私年もです、多分女性の中で一番最年長かもしれません。65歳になろうとして、ありがとうございます。でも87歳だと、もうとてもとても若いのでびっくりしましたね。本当ですね、母が多分昭和4年でしたから、でそうですね、イベントは必ずもう崎陽軒でしたね。あと県民祭という西区では体育祭が あって、直角町内からの地域連代表だったんですけど、そういう時も必ずお弁当は崎陽軒でした、なので横浜で生まれて育ったものは多分お弁当といえば崎陽軒、黄色の包みのね、崎陽軒かなっていうのはもう当たり前のように思っています。で今日ですね、皆さんにちょっとこうお伝えしたいなと思うのはですね、とは日直さんということで、もともと私の実家ですので駄菓子屋をやっていたところで、もうみんなで好きに使っていいよということで、いろんな人がアーティストさんが絵を描いて飾って展示したりとか、占いをしたい人が占いをして、そこで稼いでいいんですね。で稼いだものは全部自分のものでいいんです。で夜だけですね、今までサバトラさんという有名店が使っていただいてたんですが、突如今都でやっていた女性がですね、館内にできる新しいお店に引き抜かれてしまいまして、夜が空っぽになってしまうので、どうなったか夜を楽しんでみようと、実験で何かやってみようと、あとは若い人でチャレンジしてみようと、カフェをやってみたいとか、バーやってみたいとか、そういう方がいたらぜひそういう場に使っていただけたらなと思ってます。ぜひお問い合わせは杉浦さんの方でも私の方でもぜひよろしくお願いします。すみません、この場を借りてありがとうございます。今ここに出てますけれども、石川町駅のこっち側に行くと元町の商店街っていうのがあるんですね。海の方に行くと、でその反対側に行くと、そのひらがな商店街っていうのがとこありまして、そこちょっと歩いていったところに、まあ、古いもともと駄菓子屋だったことがあるって言ってますが、まあ、そこをね改装して、見るとちょっと似てるでしょ、この辺のキッチン周りと絵的に、はい、
稲吉さんって後で来るかもしれませんけど、作ってくれたんですね。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、あれ会長、ナポリタン学会会長はどうしたんだっけ。おー、いたいたいた。実はですね、付き合い長いんですけど、2008年ぐらいでしたっけね、横浜にハマッチっていう名前の地域 SNS があったんですよ。で、まあ今もあるんですけど、そこでナポリタン対決なるなんかファンキーなイベントが巻き起こって、まあ、そのことを契機に日本ナポリタン学会っていうのができてですね、まあ、初代会長に就任した田中さんです。ちょっと声が恥ずかしいんでなるべく言いられないようにいいにしてもらって、はい、日本ナポリタン横浜で、横浜を拠点に活動しております日本ナポリタン学会、まあ、どういうちょっとうさんくさい団体なんですけども、まあ、普段は普段はサラリーマンやっておりまして、飲食店 の広報をやっておりまして、今日は崎陽軒さんの広報さんがいらっしゃるということでですね、どんな楽しい感じでやってるのかなってちょっと覗きに来た次第でございます。はい、ベーグル&ベーグルです。はい、はい、日本で、80店舗ぐらいあったのが今40何店舗ぐらいに減っちゃったんですけども、はい、やっております。で、今横浜ルミネ店がただ一つの横浜市内のお店になってますんで、はい、ぜひご利用いただければと。あ、そんな宣伝じゃないですよね。はい、一方ナポリタン学会なんですけども、まあ、ナポリタンというものがですね、まあ、横浜が発祥の地と言われておりまして、まあ、それだけのことでこうパーッとこうノリで、ガンガンとやっちゃったのが2008年2009年なんですね。でもう、今何をやってるかというと、まあ、横浜のやっぱり洋食文化っていうのはやっぱりニューグランドさんからこう独立してお店をやってるケースっていうのは長くなんか特に結構ありまして、まあ、そういうお店を、まあ、守りたいなんて言ったらちょっと涼しいというか偉そうなんですけども、そういったお店をこういうお店があるんだよっていうのをちょっと発信したいという思いで今認定店舗として上りなんか立ててやっておりますので、この辺館内ですと横浜ブギーさんとか、あとはちょっと歩いたところで横浜ビール馬屋の食卓とか、はい、そちらも認定店舗になっております。まあ比較的新しいお店なんですけども、まあ、ちょっと伊勢崎町の方とか野毛の方行っていただければセンターグリルさんとかレストラン玉川さん、そちらも我々の上りが立っておりますので、はい、来月ですね、青バック初めて認定店舗が増えますので、はい、引き続きご注目いただければ。ごめんなさい、崎陽軒の思い出です。もう僕も今年で39歳なんですけども、もう小さい頃から崎陽軒のシューマイという親戚が西の方に住んでましたので、必ず新幹線乗るときは買ってポケットシューマイとかシューマイ弁当とか、はい、いろいろ買わせていただいて、もう食べないと気が済まないという。あと、まあ、シューマイ弁当っていうのは本当に何て言うんですかね、なんかイベントごとの旅にとか、あ、そうですね、なんか学生時代のバイトとかでも支給されたりとか、いろんなもう日常的に思い出の深い。横浜スタジアム の紙は横浜スタジアムバージョン、ね、そうそうそう、はい、そうです、はい、そうなんですか。はい、違います。崎陽軒のますますのご発展を、はい、しばしご観念ください。ありがとうございます。いやでもね、僕も本当